こんばんは、藤本ひろしです。前回のラジオ動画、第206回目の動画にいただいたコメント読んでいきたいと思います。もくもさん、ありがとうございます。藤本さんこんばんは、今週はましろちゃん会で最高のリレー会でしたね。ましろちゃんが新たに自分自身の知らなかったことに気づけて、少しでも自分を好きになれてよかったです。ましろちゃんの日常がそらちゃんに出会って彩られているのが、こういう会で見れて嬉しいです。ましろちゃんは今後自分の夢を見つけることができるのか非常に楽しみです。とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、今週のヒロプリ良かったね。本当に。なんかもうしみじみしちゃうんですけど、まあ、ヒロプリって本当に毎週面白いんですけど、久々のまあ、個人会っていうやつですね、いわゆる。マシロちゃん一人にフォーカスが当たって、まあ、こう、30分っていう感じの回だったわけなんですけど、今回のお話を見て、自分はぐっとマシロちゃんが好きになりましたね。まあ、もともと全員好きではあるんだけど、もちろん。やっぱりこう、ソラちゃんっていうものすごいインパクトが強いキャラクターがいるから、マシロちゃんっていうキャラクターは、このソラちゃんのサポートキャラっていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、ちょっと優しいね、そのソラちゃんを支えてくれるキャラクターっていう印象が今まで強かったんだけど、今回のこのリレー会ですよね、マシロちゃんが中心となってこのフォーカスされたこのリレー会は、その、マシロちゃんの中にある、その自分が優しいっていう、ね、褒められ方をしてるけど、それ以上に自分の中には、こう、何もないっていうか、その、マシロちゃん自身、目指すものもないし、特筆してこう、まあ好きなものはコスメとかあるだろうけど、そうやってこう、人に誇れるようなものがあまりないっていうような感じで、すごく自分自身に劣等感を抱いてるキャラクターだと思うんですよね、マシロちゃんって。で、そこで、今回ね、やっぱりまあ、リレーは結局のところ転んでしまって、ソラちゃんに助けられるっていう最後になりましたけど、でも、最終的には、マシロちゃんがその自分自身を、自分自身の新たな一面に気づけて、自分のことを好きになることができたっていう回だったんですよね。あれはね、もう脚本、演出、声優さんの演技、もろもろ含めめちゃくちゃいい回だったなぁと思って、まあ自分、ラジオ動画でも再三言ってますけど、人間臭いキャラクターが自分好きなんですよ。まあ、マナちゃんが好きな人間が何言ってんだって話なんですけど、人間的にちょっと弱い部分とか弱点があったりするようなこう描かれ方をすると、すごくそういうキャラクターが好きになるっていう傾向が自分あるので、今回のこのマシロちゃんの回を経て、マシロちゃんっていうキャラクターの素晴らしさになんかより一層気づけたなぁと思いましたね。うん、なんかやっぱりこう今までのプリキュアはそれぞれ特色があって、なんかデリシャスパーティープリキュアなんかだと、まあ現代のこの世界に異世界から、まあ、マリちゃんなりがやってきて物語が始まるっていうストーリーでしたけど、ヒロプリの場合はもう結構最初からもう、ソラちゃんがまず異世界出身だから、かなりファンタジー色強めな作品なんですよね。でもそんな中でマシロちゃんっていう、まあ、ね、一応スカイランドのクォーターではあるんだけど、そういう意味だと、マシロちゃんって結構、等身大で一番視聴者の目線に近いポジションなんだなぁと改めて今週思って、なんかこう、ソラちゃんが主人公ではあるけど、マシロちゃんっていうキャラクターがすごくこれからヒロプリのキーパーソンになっていくんだろうなって、そう感じた今週でもありましたね。うん。なんかすごくいい回でした。来週もね、楽しみですね、ヒロプリ。本当にヒロプリ面白いね。うん、ということで、いや盛り上がってますが、ヒロプリ毎週楽しみですね。という感じで今回も始めていきましょう。もくもさんありがとうございました。ということで、207回目のラジオ動画ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本ひろしです。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。
プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのは現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画を作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっておりますということで、いやヒロプリ本当に盛り上がってますが、めちゃくちゃ面白いですね。ということでありがたいことで今回で207回目ですね。よう続いてるわっていう感じなんですけども、皆さんからね絶えずコメントいただけるおかげでございます。ということで今回も前回のラジオ動画にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思います。小雪さん、ありがとうございます。藤本さんこんばんは。前回のラジオ動画でミラクルリープについて語りたかったけど時間がなかったから忘れてなければ喋ろうかなと言っていましたね。藤本さんが忘れないようにここに残しておきます。ミラクルリープについて聞かせてください。あともう一つついでと言ってはなんですが、せっかくの映画の話題なのでお聞きしたいことがあります。プリキュア映画ってレイトショーはありますか？仕事の都合で日中見に行けないから、見に行けないかもしれませんとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、すいません、もうすっかり忘れてました。ありがとうございます、コメント残していただいて。前回ね、プリキュア映画というお話でだいぶ盛り上がったんですけども、その中でミラクルリープっていう映画があるんだけどちょっと語れなかったなっていう話をしたんですけど、そうなんですよ、ミラクルリープめちゃくちゃいいんですよと。ミラクルリープについて語る前にまずレイトショーの話からいきますか。地方によるかな。自分は田舎に住んでるのでレイトショーはない。基本朝か昼、あっても夕方っていう感じ、田舎は。でも都心部とかちょっと大きな都市部になるとレイトショーはバンバンプリキュア映画でもやってると思います。ただレイトショーも結構本数少ないと思うので、そこら辺はちょっとやっぱお住まいのね、地域の映画館をちょっと調べていただければっていう感じかな。都心部とかだとね、真夜中にプリキュア映画やったりするんですよ。それこそその公開初日の深夜0時に公開するっていう映画館もあったりするんですよ。最速上映つって。あれはね、ちょっと都会の人のなんかこう、田舎民はすごく羨ましく見てるんですけど、こう都会民の特権だなと思いながら見てるんですけど、まあそこら辺はね、自分の住んでいる地域の映画館を調べていただければなと思うんですけども、でもって、すいません、またミラクルリープのお話に戻るんですけども、ミラクルリープ関連でもう一つコメントいただいてましてですね、メリーアンさんありがとうございます。ミラクルリープ、ちょっと端折って読ませていただくんですけども、ミラクルリープはループもののカテゴリーですね。ヒープリ、主人公ののどかの中の人がかつて魔法少女マドカマギカの主人公を演じていて、その作品もループものでしたね。やるとは思わなかったけど、本当にやりやがったと当時は大笑いしたものです。という感じのね、コメントもいただいているんですけども、ミラクルリープちょっと改めて語りたいんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。自分当時公開初日に見に行って、その公開したその日に感想動画20分ぐらいの結構長尺の動画も出せたりするんですけど、結構プリキュア映画は、まあ、前回も言いましたけど基本的に尺が短いんですよ、プリキュア映画って。それがまあ弱点でもあり、まあいい意味で捉えればこうギュッと濃縮したストーリーを見れるっていう利点もあるのかもしれないけど、そんな中でミラクルリープって自分すごく完成度の高い映画だと思っていて、これはその当時上げた感想動画でも喋っていることなんですけど、なんか例えるならばめちゃくちゃ濃密な短編小説みたいなイメージなんですよ、ミラクルリープって。なんかこう世界、その起こる事件があるんですけど、その規模感は正直そんなにでかくないんですよ。まあでかいといえばでかいんだけど、ループしてるから。舞台がその田舎の町で起こる、その廃校、まあ取り壊される寸前の学校っていうのが舞台になってるんですけど、そこで事件が起こり続けるっていう話なんですよ。だから舞台、世界観としてはものすごく規模は狭いんだけど、規模が狭いからこそその短い尺に濃密なストーリーを練られてるのかなと自分は思っていて、やっぱりこう尺が短いと風呂敷をバッて大きく広げてもう回収しきれなくなっちゃうので、そこら辺の塩梅が本当にミラクルリープは素晴らしいなと
思っていて、いわゆるその伏線の回収逃しみたいなのが本当になくて、でさっきも言った通り、コメントにもあった通り、リープっていう名前の通りループものなんですよね。そのそれこそアニメだと結構定番のジャンルではあるけど、魔法少女マドカマギカとかでも結構そういうねジャンルは確立されてますけど、その同じ日を繰り返すんですよ。でこのループしてる世界を抜け出すにはどうすればいいんだっていうお話なんですけど、自分ミラクルリープのそのストーリーで一番好きな部分は結構ミステリアスなんですよね。最終的にはやっぱりプリキュアの力、ミラクルライトっていうね、その映画館に来てくれたみんなのプリキュアを応援する力で、プリキュアたちに力がこう湧いてきて、敵を倒してめでたしめでたしっていう、そういうの恒例の流れは変わらないんだけど、結構考察していけば、あの何回ループしたとかって明確にはこう語られてないんですよ。でも要所要所を見ていけば、あれこれもしかしてとんでもない回数プリキュアたちループしてないかって思わせるような描写もあったりするんですよ。でもそれは子供たちから見たら多分わからないぐらいの塩梅でやってて、多分映画をすってこう何も考えずに見るのであれば、ループは 2,3 回で終わってるんですよ。プリキュアたちが 2,3 回ループして、あれ変だなって気づいてこう戦うっていう流れなんだけど、でも要所要所を見ていくと、あれこのループ実はもっとしてるんじゃねえかって自分は実は思っていて、まあこれはちょっと自分個人の考察なので、本当はただ 2,3 回ループしただけかもしれないけど、でもそのミラクルリープの敵のリフレインっていうやつがいるんだけど、あいつのねちょっと喋り方的にねめちゃくちゃループしてるっぽいんですよね。でそのめちゃくちゃループしてる最後の 2,3 回にプリキュアが巻き込まれたっていう可能性もあるんだけど、多分もっと前からなんじゃねえかって自分は思ってるんだけど、まあちょっと喋りすぎるとネタバレになっちゃうんでね、ぜひ映画を見てほしいなと思うんだけど、いいんですよねミラクルリープ。ちょっとその他の映画にはない考察要素があるんですよねミラクルリープって。それがちょっとこうミステリーのジャンルもはらんでる感じがして、プリキュア映画には珍しく、それが自分とても好きなんですよね。あとはまあミラクルリープの好きな点で言うと、やっぱ作画ですよね。あの作画監督が板岡錦さんなんですよねミラクルリープって。あのそれこそ今キュアスカイ の変身バンクも担当されてる、もう今プリキュアシリーズにはなくてはならない、あのとんでもない作画監督の方がいらっしゃるんですけど、その板岡錦さんが初めて長編アニメーションの監督をされた作品がミラクルリープでもあるんですよ。あの戦闘シーンがめちゃくちゃかっこいいんだ。あのラストのその映画限定フォームになったキュアグレース、主人公のキュアグレースの戦闘シーンもめちゃくちゃいいんだけど、個人的に推したいのは物語序盤から中盤ぐらいにある、あのキュアフォンテーヌっていう青いプリキュアがいるんですけど、キュアフォンテーヌの単独戦闘の作画がめちゃくちゃいいんですよ。あれはね本当にね、こう見ててこう視覚的な優越があるので、あれは本当に素晴らしいなと思って、いろんな面でミラクルリープ楽しめると思いますね。あとは単独映画ではなく3世代が参加しているプリキュアっていうこともあって、結構その当時新人だったキュアグレースたちを支えてくれる2世代上のこうプリキュアたちっていうのも見れるのも魅力だし、小ネタが多いんですよね。あとミラクルリープってその歴代プリキュアのサブキャラとか、あのプリキュアのお母さんとかがちらっと出てきたりするんですよ。詳しくは言わないけど、あのここにあのキャラみたいなのがいたりするので、それが非常に面白かったですね。あとあのシリーズのあのお菓子とか、あの小ネタが非常に多いので、そこら辺もすごく面白いなぁと思いますね。っていう感じかな、ミラクルリープは。ちょっと語りすぎるとネタバレになっちゃうので、あの個人的にはやっぱり作画すごいぞっていうことと、小ネタが多いぞっていうことと、あとなんといってもこうミステリー要素をはらんだ考察要素たくさんあって面白いぞっていうところがミラクルリープの魅力かなと思いますね。気になった方は見てみてください。
D アニメストークはとかでも見れたはず、と思うので、ぜひぜひ見てみてください。という感じで、小雪さん、そしてすいません、はしょって読ませていただきました。メリーアンさん、ありがとうございました。はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。はるさん、ありがとうございます。藤村さん、こんばんは。毎週動画投稿お疲れ様です。ありがとうございます。ヒロプリを好きになって以来、日に日にプリキュア熱が高まっています。その今の自分の夢の一つがレインボーフレーバーに参加することです。プリキュアファンの皆さんの思いが込められた作品に触れたり、言葉を交わしたりするのが楽しみで仕方ありません。ただ参加できるとすれば初参加になるので、どのように行動すらいいかわからないところがあります。コミキのように事前にパンフレットが買えるわけではないようなので、どう回ったらいいんだろうという不安もあります。何か心得みたいなものがあれば知っておきたいです。藤本さんは次のレインボーフレーバーに参加される予定はありますか？もしサークル参加されるとすれば、お会いして、配布されているグッズを買ってお話しできるのが楽しみです、とコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、レインボーフレーバーについてですね。出たい、秋のレインフレめっちゃ出たい、サークル参加したいんだけど、どうだろう、めっちゃ出たいんだけど、でも無理くりスケジュール詰めればいけるかな。めちゃくちゃ今忙しくてちょっとご存知の方もいると思うんですけど、自分のチャンネルのね、リンクをクリックしていただくと、タップしていただけると、自分のチャンネルのリンクの一番上に編集を手伝わせていただいた動画一覧が出てくると思うんですけど、今自分ね、3月ぐらいにもラジオ動画で言ったんですけど、仕事を辞めて今在宅でフリーランスで仕事をしてるんですけど、ありがてえことにそっちがめちゃくちゃ忙しくて、めちゃくちゃ楽しい毎日を過ごさせていただいてるんですけど、いかんせん忙しくてレイフレ出るとすれば準備もあるし、当日は前入りとかすれば2日間ね、ちょっと無理くりスケジュール開けなきゃいけなくなりそうだから、いやでも行きたいんだよな、レイフレ。まあちょっとすいません、レイフレの説明をまだしなかったですね。わかんない方もいると思うので説明させていただくんですけども、レインボーフレーバーっていうイベントがあるんですね。東京とか大阪とか、まあ全国各地でやっているイベントではあるんですけど、大きなところで言うとやっぱり東京ですね。年2回やってる、春と秋にやってるイベントなんですけど、プリキュアの非公式です。プリキュア公式は一切関わっていない、ファンの皆さんで作られているプリキュア完全非公式の、同人誌、同人グッズ即売会イベントっていうやつですね。有名なので言うと、皆さんご存知、コミケ、コミックマーケットっていうものがね、夏と、冬にありますけども、あれはね、いろんな作品がごちゃ混ぜになってる、ものすごいオタクの祭典みたいなお祭りなんですけど、あれのプリキュアだけっていう祭りと思っていただければ分かりやすいのかなと思いますね。それがレインボーフレーバーで、だいたい東京の蒲田にある、なんだっけ、施設名忘れちゃったまあ東京でやるんですけど、ピオだったかな、確かっていうところで、プリキュアが好きでたまらないファンが、その愛を伝えるために同人誌っていうものを作ったり、同人グッズっていうものを作ったり、まああとはコスプレをしたりして、一堂に集まってそれを披露する、売る、でそれにを見に来たお客さんが写真を撮ったり、その同人誌同人グッズを買いに来ておしゃべりするっていうイベントっていうのがレインボーフレーバーです。非公式です。公式の方は一切関わっていないっていうところがミソなんですけど、まあ楽しいわけですよ。自分も過去3回ぐらい、レイフレは行っていて、一度サークル参加もさせていただいたことがあるんですけど、本当に行くたび思うんですけど、その、結構大きな空間なんですよ。その、小中学校の体育館とかあるじゃないですか。あれ2つ分ぐらいの広さなのかな？それは言い過ぎかな？でも、そのぐらい大きな会場に、もう、何百人っていう人がいるんだけど、その空間にいる人が全員プリキュアオタクなんだって実感すると、めちゃくちゃ感動して面白いし、
楽しいんですよ、その空間が。で、当たり前だけどプリキュアのイベントなので、その会場内はずっとプリキュアのオープニングとかキャラソンがずっとずっと流れてるんですよ。それもいいし、こう何度でも言うけど、やっぱプリキュアが好きな人しかいない空間ってこういうところじゃないとありえない話なので、いやすごいなと思うんですよね。あとやっぱりこう普段自分なんか田舎住まいだから、コスプレイヤーさんって見る機会がほとんどないので、ああいうところでやっぱりその同人誌の売り子さんとかしてらっしゃるコスプレイヤーさんとか、あとコスプレのブースっていうのもあったりするんで、そのコスプレのブースなんかも行くと、うわークオリティ高ーとか思ったりしながら見るのもめちゃくちゃ楽しいし、あの当時自分がそのサークル参加した時にお迎えにいたサークルさんの売り子さんが、あのキュアリズム南の奏さんのコスプレをしてらっしゃる方で、あのめちゃくちゃ可愛くてずっと目泳ぎながら、あの同人グッズ売ってた覚えがあるんですけど、あの非常にね楽しいイベントなんですけど、まあやっぱりこう行きたいけどどうしようって思ってる方がいるのも確かにわかるんですけど、自分も初めてはすごく緊張したんですけど、楽しみ方、心得的なものは、正直自分もさっき言った通り3回しか行けてないので、もう歴史が結構あるイベントで、レインボーフレーバーって20何回もう30回近いのかな、開催された回数でいうと。そのぐらい結構規模がでかくて回数もやってるイベントなので、自分なんかまだペーペーなんですけど、そんなペーペーの自分が言えるレベルで言うと、まあイベント参加じゃなくて一般参加、お客さんとして行く場合はまず会場の前に並ぶんですよね。結構ガチ勢の方は朝から並んでたりするんですけど、会場は11時とかだったはずなんですけど、10時とか11時とかにオープンだったはずなんですけど、ガチ勢の方は朝からとか並んでて、まあまずパンフレットみたいなの買うんですよね、変わってなければ今も。あの確か1冊1000円ぐらいだったかな。そのサークル一覧とか楽しみ方とか注意事項とか書かれたパンフレットを1冊買って、それがまあ入場券代わりみたいな感じになって、入場券的なものはまた別個にあったかな。まあでもそういうものをまず買うんですよね。で買ったら会場に入ることができて、会場内にあるいろんなサークルさんとかコスプレイヤーさんとかと、まあ売り買いおしゃべりとかをするっていうイベントなので、どう回ったらいいんだろうっていうのがあるんですけど、それはまあ自由にっていう感じですね。出入りも基本的に自由だったはずなので、そのパンフレットというかそういう入場券的なものを持っていれば出入りも自由だったはずなので、うん、まあとりあえず会場に行って並ぶっていうところかな。うん、まああんまり大きい荷物持っていかない方がいいかも。うん、ちょっとそれだと他の方のご迷惑になるかもしれない。リュックとかだといいかもしれないけど、キャリーケースとかゴロゴロ引っ張るのはちょっとダメとは言わないけど、だったらちょっと途中でコインロッカーとかに預けてきた方がいいかもしれないですね。やっぱりサークルの通路って狭いので、やっぱりそれぞれのサークルが結構命削って作ってる本とかが並べられてるわけなので、ちょっとぶつかって落としちゃったりしたらちょっとご迷惑になるかもしれないから、うん、荷物は小さめにっていう感じかな。そのぐらいじゃないかな。そんなに自分は注意事項とかはないような感じもするけどな。まあ本当にやっちゃダメなことはパンフレットに書いてあるしね。あ、動画撮影ダメとかかな。動画撮影ダメ。写真撮影も、写真撮るんだったらちゃんと撮るもの売ってる方の許可を取ってっていう感じだったはず。確かね。写真撮影今はダメになったかもしれないけど、当時は多分良かったはずだけど。まあそこら辺もちょっとパンフレットを確認していただいてっていう感じかな。うん、楽しいのでね、ぜひ行ってほしい。そして自分も行きたい。秋、確かね、映画公開とちょっと被る日程なんですよね。あのオールスターズ F と、やべえ、秋なんとか時間作りて、大丈夫かな、作りて時間。行きたいです、サークル参加したい。でも行きたいけど、行きますと断言はまだできない。
ていう感じですかね。いや、レイフレいいんだ。行きたいな。行きたいです。はい、ということで、すいません。ちょっとなんか、ぼやっとした回答になってしまいましたが、ぜひ、行ってみてください。楽しいです、本当に。ということで、はるさん、ありがとうございました。ということで、すいません。時間的に最後のコメントにしたいと思います。ですね、永遠に広がる愛の光さん、ありがとうございます。すごい名前。藤本さん、こんばんは。私は前回放送のヒロプリはカオス界というのには弱いのかなと思ったのですが、藤本さんが好きなカオス界を教えてもらえますか。私はフレッシュプリキュアのカツラ界、伝説のトロプリの33話などが浮かびます。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、カオス界ですね。おそらくこれは16話のことを言ってるのかなと思うんですけども、ヒロプリの。まあ、プリキュアシリーズっていうのは、いわゆるカオス界っていうものがあるんですよね。まあ、公式で言ってるわけではないので、いわゆる造語になるんですけど、まあ、プリキュアって基本的にやっぱ1年スパンでやってる長い作品なので、1年に1回ぐらいはぶっ飛んだ回があるんですよ。この脚本どうなっとんねんっていう回とか、この演出どうなっとんねんっていう、いわゆる、名作の名ではなく、謎の方の名話って言えばいいのかな。それがいわゆるカオス界っていうぶっ飛んだ界っていうのがあるんだけど、でもこのカオス界っていうのもファンには結構愛されていて、やっぱ1年に1回こういう回があったらいいよねっていう結構風潮があるんですけど、やっぱりトロプリの33話なんかは本当に伝説ですね。もう歴代プリキュアのカオス界の中でも多分一番ぶっ飛んでんじゃないかなと思うんですけど、トロプリの33話は10本立てでトロピカレーのあれですね。本当にあれは、あれ以上のカオス界は多分今後出てこないと思う。そのぐらいトロプリのカオス界はとんでもなかったんですけど。まあ、藤本さんが好きなカオス界を教えてもらえますかってことなんですけど、まあ、トロプリのお話を今出しましたけど、自分の好きなカオス界ので、カオス界で言うのであれば、自分2つあって、これは以前動画でも話したことがあるんですけど、自分が初めてカオス界っていうものをがっつりこう認識した回でもあるんですけど、スイートプリキュアの30話ですね。ヒーリングチェストの不思議にゃっていうお話なんですけど、これはね、もう、カオス界でもありながら、構成スタッフも豪華なんですよ。脚本がまず成田よしみさんっていう、成田よしみさん、カオス界できるんだって。むしろでもこれは演出がカオスなところはあるんだけど、演出が田中裕太監督演出が田中裕太さんで、作画監督が上野健さんっていうもうドレジェンドの方っていう、とんでもない豪華スタッフで送られるカオス界がスイートプリキュア30話なんですけど、テンポがとにかくいい回なんですよ。で、作画ももちろんそのレジェンドの方がやってるからめちゃくちゃいいし、何よりも、こう、怒涛のテンポでギャグが、こう、どん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 追加されていくのが、すごい当時見てて面白くて。見たことない方はぜひ見てほしい。スイートプリキュアっていう作品を全然知らなくても、とりあえず30話だけ見ても、とりあえず伝わると思うんで、何よりやっぱ戦闘シーンが戦闘しないっていうのが、まあいや、戦闘はするんだけど、なんかもう戦闘シーンに至るまでカオスなので、本当に30話、スイートプリキュア30話素晴らしいので見てほしいなって思うのと、あともう一つが、ハグッとプリキュアですね。ハグッとプリキュアの15話ですね。名コンビ、エミルとルールのとある一日っていうやつですね。自分、ハグッとプリキュアでこの話が一番好きです。これはでもカオス界と言っていいの、まあカオス界かなとは思うんだけど、まあ、ハグッとプリキュアのエミルとルールっていう二人がいるんですけど、この二人の出会いの回ですね。この回もとにかくカオス。この回も田中裕太さんの演出なんですよね。やっぱ自分田中裕太さん演出好きなんだろうね。なんか本当に。マジで面白いんで。これもね、もう怒涛のテンポなんですよね。やっぱテンポいい話が自分好きなんだろうな。マジで面白いので、ぜひ見てほしいですね。カオス界で言うのであれば、やっぱスイプリ30話、そしてハグプリ15話かなと自分は思いますね。うん、ぜひ見てみてくださいという感じで。すいません、駆け足でしたけども、永遠に広がる愛の光さん、ありがとうございました。
はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。すいません、いつも以上にベラベラといろいろ喋ったんですけども、今回も皆さんコメントたくさんありがとうございました。いや本当にね、素晴らしかったですね。今週のヒロプリは来週も楽しみですねという感じなんですけども、まあ最近のプリキュア事情で言うとなんだろうな、オールスターズ F の情報がぼちぼち新しいの来るのかなとかいうのと、まああと何と言ってもやっぱプリキュアで今ホットなのは来週のヒロプリですよね。キュアバタフライがいよいよ出てくるぞっていうことで非常に今盛り上がっていますね。来週のキュアバタフライ初変身会非常に楽しみですね。キュアウィングとどのようなこう関係を築いていくのか、個人的にはすごく楽しみで仕方がありません。という感じで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、このラジオ動画はですね、毎週木曜日夜8時20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは最近は3日前の月曜日が多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ、紹介できる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げますという感じで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思いますということで、いやヒロプリ面白いですね。ということで、また来週の、ラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。